はい、再生していただきましてありがとうございました。最近はですね、吉谷さん以外にも動画を見てくださる方の生のメッセージが届いてね、非常にね嬉しいですね。もう究極ですね、この億万長者合宿のやり取りは再生数1が理想なんですけども、やっぱりね再生数がたまに100いったりとかね、時には1000いったりとかするわけですよ。まあ基本的には100以下なんですけども、でも確実にですね、お伝えしたい吉谷さん以外にも受け取ってくださる方がいるっていうことで、今度はねそういった方にもちょっとメッセージをたまに意識してみようかなと思うんですよ。あなたですよ、あなた。吉谷さんじゃない、あなた。私にメッセージくださったあなたがいるでしょ。いや、ありがとうございました。新しいね、私エネルギーをいただきましたという前提で、今回はですね、何を最優先にするのかということでお伝えしていこうと思いますけども、私ね、吉谷さんが言われたように2015年までは麻雀店を経営してたんですよ。で当然大赤字です。まあ、ですからお金に困ってたわけなんですけども、その時にまあネットビジネスに出会ってですね、ネットビジネスに出会ったのは2012年なんですよね。2012年にそういうものがあるんだって知ってですね、とりあえず商材を安いものから買ってみたんですよ。そうするとね、その商材の中身っていうのはまあメールで送られてくるわけなんですけども、動画なんですよね。動画を見てなるほどと思わせるような動画だったんですよ。これにはお金払ってもいいよねと思ったんですよ。その時に同時に気づいたのは、あれ、動画がお金になるんだったら、これは自分も商品として動画ってものを作ってもいいじゃないかってすぐ思うわけですよね。で、冷静に考えると、私が今まで動画商材として買ってたものって無数にあって、例えばね、水着で女の子が出てくる、ね、DVD とか買ってるのも動画だよなと思いますし、それこそね、筋トレのトレーニング用の DVD も動画ですしね、シルベスタ・スタローンのランボーとかロッキーとかも確かに動画をお金出して買ってるよねと、動画データを買ってるよねって形なんですよ。あ、そっか、じゃあ自分も動画を作って、それがお金で買っていただけるようなものになるんだったら、これがまあね、原価無料、ほとんど無料で、無尽蔵にお金を稼ぐ方法になるよねってことで学び出したわけなんですよ。で、一番最初にですね、私が販売しようと思ったのは、当時ね、まだスマホアプリっていうのを作る人が少なかったんで、スマホアプリを作るための教材ってものだったんですよね。じゃあスマホアプリが作れたらいいよねと思ったんで、じゃあその商材買ってみたんですよ。スマホアプリが作れるようになったんですよ、私でも。でも私が考えてたのはゲームとかのアプリかなと思ったら、そうじゃなくって、アプリの中でも一番簡単なテキストデータの集まり、要するに電子書籍だったんですよ。そうなんですよ、電子書籍をアプリという形で販売する、これもまあ言ってみればね、キャッチコピーのなせる技なんですよ。電子書籍を出しましょうだったら、私多分ね買ってないんですよ。スマホアプリが作りましょうだったら、スマホアプリ作れるのみたいな感じでね、そのスマホアプリを作るための商材がまあ10万とかね、20万だったと思うんですけど、あったんで、それはいいなと思って買ってみたんですよ。そうするとスマホアプリが自分でもできるようになったんで、じゃあスマホアプリを作るための教室を始めたっていうのが速稼塾のね原型だったんですよね。うん、それからですね、私はね、麻雀店の経営をほったらかして、もうとにかくインターネットビジネス、動画を売ることに集中したんですよ。で、当時ね、麻雀店を経営していて、私も出勤してるわけですよ。1日16時間出勤してるんですよ。じゃあ出勤中にやるしかないじゃないですか。どういうふうにやるかっていうと、例えばね、20時間ライブっていうのがありました。20時間ぶっ通しのライブ、当然私出勤があるから見れないわけですよ。録画をしておいて後で見るって言っても、出勤が16時間ですから、残り8時間しかないところで20時間のライブって見れるわけないですよね。となると私が考えたのは、もうこれしかないんですよ。営業中に見るんですよ。お客さんほったらかして見るんですよ。麻雀店ほったらかして見ると、お客さんが来ようが、コーヒーの注文が入ろうが、どうしても関係ないと。俺はもうこのスマホアプリを見るんだということで、コメント書きながら、わははと笑いながら、またね、メモ取りながら見ると。お客さんが呼んでいても、あ、ちょっと待っておいてください、みたいな感じですよね。うん。で、それが私の優先順位です。当然ですね、店は潰れますよ、それは。店は潰れたんだけども、じゃあ今の暮らしが手に入ったわけですよ。どうですかね。もう本当にね、非常に当時、私を取り巻く環境の方には申し訳なかったと思うんですよ、それは。皆さんのことを思えばですよ。でも今、さらに多くの人に使えることができるようになったこの速稼塾を考えると、麻雀店みたいな、まあ、世界もね大事だったんですけども、私にとってはそれは優先順位の1位から外れたんですよ。それは私がまずね豊かになって、より多くの人の困ったにお答えできるような、特にねお金の問題とか仕事の問題にお答えできるような自分にブラッシュアップすることが、麻雀店という小さな娯楽の空間を守ることよりも私は大事なミッションがあると感じれたからなんですよ。今麻雀店がなくなりました。全く困ってません。おそらく麻雀店に来てくださってたお客さんも全く困ってないと思います。ね、他の麻雀店いくらでもありますから。そこで働いてた従業員の方、瞬間的には困ったかもしれませんけども、
でもそれで人生が終わるわけでも何でもなくって、さらに自分に合った自分の一生を考えてくれるような、そしてその技量のあるようなね、そういう就職先を見つけることができたんで、私の元にいるよりも随分ね幸せだったと思いますよ、やっぱり。ということでね、多くの方が仕事があるからなかなかネットビジネスと取り組めないっていう環境にいると思いますけども、よく考えてみてくださいよ。その仕事が嫌だからネットビジネスに来ようとしてるわけでしょ。じゃあネットビジネスにつまずいて今の仕事に戻っちゃったらずっとそのまんまですよ。よろしいんですかね。そう考えたら私はですね、新しいことを始めるときにはやっぱり何かをね脱ぎ捨てないといけないと思うんですよ。まあもうすぐ衣替えのシーズンが来ますけども、やっぱりね春物とか夏物の服を着ようと思ったら冬物はある程度ね脱いでいかなくちゃならないのかなと思います。でも基本的な知識とか経験とかみたいなね、言ってみれば服で言ったら下着みたいなものは一年中ずっと着れるわけじゃないですか。そこまで脱げとは言いません。まあ、ですんでね、まあ、礼儀とかそれから作法とかね、常識とかある程度の常識ですよ。やっぱり常識は必要ですから、常識がなければ非常識にも向かえませんから、うん、だからそういう意味で常識とかね、そういったビジネスセンスっていうのはまあそのまま持っててもいいんですよ。でも職業自体は変えることができるじゃないですか。ずっと今まで蓄積されたような知識とか経験というのはそのまま下着のようにまとったままですね、今まで上着を着ていたものを着替えることができるんですよ。そうなんですよ、職業を変えるってその上着を着替えるようなもんなんですよ。でよくね政治生命をかけてっていう人いますけども、あの職業を変えるだけなんですよって話なんですよね、オーバーに言わなくても。まあ、ですので私はね、麻雀店オーナーのその麻雀人生をかけてとか言う必要は全くなくって、別に職業を変えるだけだろうみたいな感じですよね。だからねそんな大したことじゃないんですよ。収入源がこれじゃないといけないっていうふうに、決めることはないんですよ。収入源何でもいいんですよ。はっきり言って不労所得でもいいんですよ、ね、何にもしないけどお金入ってくるって状態でもいいと思いますし、あんまり好きじゃないんだけどもお金が儲かるそれでもいいと思いますしね、大好きなんだけどもあんまり儲かんないそれでもいいと思うんですよ。じゃああなたはどれを選ぶんですかって話ですよね。収入にも不満がある、仕事もあんまり好きじゃない、それを一生続けていけば好きじゃない人生が積み上げられていくばかりです。でそう考えたらやっぱり自由っていうのは最前提ですよ、自分がやってて楽しいことを続けていって、楽しいからこそ熟練していって上達していって収入も増える、これが当たり前の形だと思うんですけどね。まあそういった形でね、今回の動画をまとめますと、私はですね、自分の選んだ人生のためにそれまで培ったもの全てをね捨て去って不連続に挑戦することができます。もちろん新しい彼女と付き合う時も今までの彼女とね別れることができます。まあ私はねそれね40歳までねできなかったんですけどね、だから付き合う女性がどんどん被っちゃったんですけども、今の奥さんに出会ってからもう全て別れて、もうそれ以来他の女性とね全然興味がなくなっちゃったみたいなね、こんな新しい自分になれたのも本当にねビジネスのおかげもあるかなと思います。今までの自分を否定しない限りね、これからの自分の肯定はできないと思います。まあ、頑張ってみてください。では、失礼します。